まあ、これちょっと政策からもちょっと最初ちょっとずれるかもしれないんですけれども、はい、まあ、対立候補の中にはですね、はい、まあ、今回の選挙無所属ですけれども、全員無所属ですけど、そうは言っても政党職に強い方がいらっしゃったりですね、まあ、国政の話題、TPP だったり、はい、自衛隊の安保法制だったりというようなことを、はい、まあ、訴えておられるような方っていうのもいらっしゃると、うん、そういう中で、まあ、今回の選挙に、はい、まあ、文田さんの望まれる、はい、その中で、そういう国政の重要課題というのは、はい、今回の選挙の争点になると考えますか。はい、私、昨日の ABA さん の, 番組見させていただいて、無所属にターゲットを当てた編集をしていただいていました。非常に分かりやすくて、私も非常に鋭い切り口でやっていただいたのを感謝をしています。最後に高橋さんが横山さんの政策は詳しいんだけど、他の2人は詳しくないので、ぜひそういう説明する場を、高橋さん、そこだけ、正面を向いて喋っていただき、そこまで原稿用意したんですが、正面向いて喋っていただきましたので、そういう場を今日設けさせていただいたのは本当にありがたいと思っています。その上で、今ご質問あった無所属に対してどう、その今おっしゃったように国政の課題をおっしゃる方もおられる、私ございましたけど、私はずっと貫いて申しているのは、出馬した7月からずっと言っているのは、この町のリーダーを選ぶこの選挙は、停滞した町を引き継ぐのか、それとも前へ進める姿勢を実現するのかの選択の選挙になるはずですと、そういうふうに申し述べてきました。確かに7月当初は私は現職の方と おそらく選挙することになるだろうという構えで臨んでおりましたから、なおさらそう申しておりましたけれども、ご対抗の方がですね、今、昨日一緒に街頭演説されたのかな、まあ、そうやって引き継がれるということです。なおさら、そういう意味では構造を変えることなくしっかりとそれを生きていきたい、それぞれの対抗の方がどういう争点を設けられてどういうことをおっしゃるかはそれぞれです。私は論評するつもりはありません。ただ私は7月からずっと貫いて停滞する町を引き継ぐのか、それとも新しい前に進む町を実現するのかの選択を市民の皆さんお願いしますと言ってますから、それをずっと貫いて、その立場で無所属という形で、皆さんに広く超党派でご支援をお願いし、いろんな業界にもそういう観点でぜひご支援くださいと言ってきた。それは7月から全くぐれておりませんので、ぐれずにやっていきたいと思います。